カヤは日本のビジュアル系、ソロシンガー、シャンソン歌手、作詞家、プロデューサー。ビジュアル系、バンドハムファタールについても、本校にて扱う。徳島県鳴門市出身。カヤの由来は、本名をもじったもの。当初、姫と名乗って活動していたが、マナに改名を促され、シュワルツスタイン結成より改名。姉が二人、弟が一人いる。ライブ MC や、 オフィシャルブログなどによると、恋人はたくさんいるらしく、恋をしないと歌詞が書けないと語っている。好きな食べ物は、上品なお味の甘いもの。血液型は A 型、動物占いはペーガサス。実施はアニメソング歌手の飲み子であり、2008年より、かや主催の芸能事務所であるトロイメライに所属。トロイメライから発売された、ミラクルハニーの作詞とプロデュースをかやが担当した。 実定は、溺れたいビデドラム及びパーカッションを担当。3歳の時、地元の放納祭、カラオケ大会にて、不残考へ帰れを歌い、歌手になると決意。14歳より、本格的にピアノを習い、作詞を始めた。1997年により、本格的にバンド活動を開始。2002年、元マリス・マイザーのマナのプロデュースにより、ユニット。 シュワルツスタインのボーカルとして活動を開始した。シュワルツスタインではボーカルと作詞を担当していた。単独公演、音楽専門誌の企画イベントへの出演、全国ツアーの開催などの活動を行い、2004年にシュワルツスタインを解体した。同時に、それまで所属していたプロダクションであるミティネットとの契約期間が満了し、同社を離席した。2006年、 ソロシンガーとして活動を再開した。ソロでの活動当初は特定の事務所に在籍せず、マネジメント及び企画並びに制作などもろもろの活動はすべて本人と少数のスタッフの手により行ってきた。2007年末に自らの芸能事務所であるトロイメライ株式会社を立ち上げ、2008年初春にネクストミュージックと契約した。同年4月23日に同社より、 シングル、ショコラを発売した。ネクストメディアコミュニケーションズは、その後倒産した。2009年以降は、自社レーベルであるトロイメライから新婦をリリースしている。2008年9月10日に、母校である徳島県立ナルト高等学校文化祭に、ゲストとして出演。同年11月に、アメリカ・ロサンゼルスにて開催された、パシフィックメディアエキスポにメインゲストとして出演し初の、 海外公演を果たし、2009年11月にはワシントン DC で行われたアニメ u s a 2010年5月ロシアモスクワ。10月、フランスパリで行われた東京デカダンスのメインゲストとして招聘された。2011年7月には初の南米ツアーも観光された。2008年から毎年海外公演を行っている。2014年3月、 解体から10年を機に、シュワルツスタイン活動再開。同年5月2日に、ビジュアル系、バンドファームファタールを結成。2016年3月から10月までベルサイユのボーカルカミジョが主催するシャトゥーエージェンシーに、在籍、11月からトロイメライに席を戻して活動。現在はソロライブを中心に、シュワルツスタイン、シャンソンライブも年に数回、並行して行っている。 ライブでの演出は単にビジュアル系の範疇にはとどまらない。初期のライブではバックダンサーやドラァグクイーンなど様々なパフォーマーが出演し楽曲に合わせた振り付けがなされていたが2010年発売のシングルアホイールダツアー以降のワンマンライブではライブそのものに作品のモチーフに基づいたテーマが示されそれに基づくストーリーが演出されつつ ライブが進行する形となった。カヤは自らのライブに出演するメンバーのことをカヤプロジェクトメンバー、また自らのファンのことをアディクトと呼んでおり、校舎はオフィシャルファイクラブの名称にも使用されている。2006年末よりシャンソンや歌謡曲のカバー公演を開始、2008年より本格的にシャンソン歌手としても活動を開始した。 同年11月にはシャンソニエの老舗である青い部屋に、戸川雅子と共に出演した。2009年初のシャンソンアルバムである、ボンジュール。シャンソンを発売した。同年、新春シャンソン賞に参加。2012年からは、歌手としてだけではなく、プロデューサーとしても、同イベントに参加している。2013年、故郷である徳島にて、久美子、梅垣義明。 そうあれらを招き、徳島シャンソンショー2013を開催。2010年12月より、さらば東京でシャンソンライブカフェノヤーを毎月開催している。また、シャンソンを歌う際は名前をカヤとひらがなで表記していた時期もあった。ファムファタールは2014年5月2日に指導。 2016年1月15日、渋谷 WWW でのライブをもって解散したバンド。2020年5月28日に、かやの、かや3日間連続動画アップ。企画で、元メンバーと共に、ジャッジメント、ザダイハズビーンキャスト、スペシャルリモートライブを YouTube 配信した。ありがとうございます。